自動運転するんでね、こうねハンドルを持たなくても勝手に行ってくれるっていう、この楽さで車を止めたんですがね、もうねほんとギリギリ、これねやばい、東京はねやっぱね狭い、これもうギリギリ、新宿のねホテル街に来ました。テルマ湯に入りました。中はね良かったんですが3700円でした。ちょっとサウナがぬるかったんですが、まあお風呂とかいろんなものはすごいと思います。新宿の方からね新大久保の方に来ました。今はね韓国のいっぱいありますね。あ、売上1億2000万だって。あ、こっちもイケメンが映ってる。こっちもイケメン、いや職業イケメンの人たちばっかだな。俺を含め俺も職業イケメンなんでね、間違えました。はい、行ってきます。ドン・キホーテも韓国もいいですね。これね、通りがね八門ばっかり売ってる。なんかおしゃれだね。お、ランボルギー、こういう感じでね。ランボルギーニかっこいい。俺がいた。安いよね2500円って。でもどうやって食べるのかな。これがやっぱ衝撃的。もう全部韓国で。ここはねかなり有名みたいです。デジョンデ。ビルね入ってくるんでねちょっと分かりにくいですが。2号店らしいです。すごい量、すごい量全部食べるまで帰れも店やったら3日ぐらいかかりそうですぬるいです、ビールぬるいです。先ほどのウニ、うん、うまいチーズトッポーキー、チーズトッポーキー辛くないし、おいしい。なんならちょっと甘いぐらい、うん、赤い大根ユッケ、狭い簡単かいじゃん。うん、私はあんま得意ではない韓国の味がする。これが一番うまいと思う。うん、どんなのフロハーイ、うん、パンパン、フロハーイがうまい。動いてる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 、うわー、はい、生だこ、動いてる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 、
うわ、ひっつくんだよね、これ。うん。あ、口の中でね、ひっついてくる。めちゃめちゃひっつく。面白い。二杯目ウーロン茶、ウーロン飯。もうね、遅い時間になってね、すごいですね。歌舞伎町はこんな感じです。ホストとかね、いっぱいです。方がね、イケメンの方が多いです。でね、このケバブをね、今買ったんで、ずっとケバブを食べたい、ケバブを食べたいって言ってたんで、やっと買いました。よかったです。今日のホテルはね、ここです。グランベルホテル。なんか最近ずっと旅行ばっかり行ってますよ。そろそろ破産します。大盛りついてもね、やっぱね、ちっちゃいね、やっぱ普通のこんな感じ。3ヶ月ぐらい前からケバブ言ってましたんでね。これね、ヨーグルトソースですね。ヨーグルトガーリックか。いただきます。まずちょっと、わぁ、落ちちゃった。はい、これね、うん、美味しい。いいね、これキャベツがいっぱいでさ、うん、何味にしたっけ、これ。ごまにすると800円か。うん、ソースもめちゃめちゃガーリックとヨーグルトって感じがするっていうのはするけど、ヨーグルトがね、あんまりよくわかんないけど、まあ美味しいです。職業イケメンの人たちいるとこじゃん。だからさ、ヘルシー、みんな痩せてるからさ、キャベツの量も多いし、ご飯がほんあんまり入ってない、大盛りでも。うん、やっぱ職業イケメンの人たちは小食なんだね。そうだよね、たくさん食べたら太っちゃうもんね。はい、こちらがケバブラップですね。こんな感じね。わあ、すごいな。これも一口、大きい一口でいきますね。うん。こっちはね、ソースが違うんですけど、こっちのソースはちょっと辛い、ピリ辛。うん、かなり汗かきますね。でも美味しいです。完食していきたいと思います。はい、横浜中華街でーす。龍門、ここに入ります。雑炊、うん、あ、結構辛い。うん、辛い。辛いけど美味しいです。小籠包って中のジュワっていうのじゃないの、これ下くっついてる。うん。普通、これ。うん、これは美味しい、うん、これ一番かも。タピオカミルク、うん、甘い。甘すぎる。タイガンビール、うん、薄い。カリね、アウトレットに来ました。ゴン茶を飲みます。すっかり暗くなってしまいました。チンコ見えちゃう、チンコ見えちゃう。ある意味も地上だよね。熱海です。2日目はこれがね、熱海サンビーチ。表が明日見せますが、でいろいろこの辺があれかな、お風呂かな、トイレですね、こちらが。あ、外がお風呂になってるんだ、これすごい。こういう感じですね。まあこれ温泉になってる、これ部屋風呂がめちゃめちゃあれじゃん。これサンビーチ目の前、わあ高級だな、このホテルは。はい、戻ってきますと、こちらがね、ベッドルーム、こんな形になってます。わあ、何ベッドあんのこれ、すごい高級。これはちょっと高級ホテルだ。
ちょっとねお金は社長が払ったんで後で私払いますけど、いくらか分かりませんがかなり高いみたいなこと言ってました。スマートボールやってみます。あ、これ入らないともう球出てこないですね。そういうことですね。あ、入った。射的もあります。懐かしい、楽しそう。浜町通りでもね、どこもやってないんすよ。まあこっちがホテルなんでね、ホテルとかいっぱいありますね。スミさんに来ました。こうね、光ぼけすいませんがね、熱海の美味しい焼肉屋さんみたいですね。すいません、光ぼけが。キンキン、キンキンに冷えてやがるぜ。おっぱいです。おっぱい。このね、これがおっぱいです。これが。おっぱい食べます。はい、おっぱいを。間違えた。舐めるじゃなかったっけ、食べる。こぼれちゃった。おいしい、おいしい。すいません、今舐めちゃって申し訳ないです。おいしい。おっぱいはやっぱり、どのおっぱいもおいしい。お風呂もねすごく綺麗です。こうね入っていくと、あ、ここはちょっとねカットかもわかんないですけど、こう入ってきますね。こうねすごい広いんですよ。こちらにねサウナがありましてね、それでねこっちが一望でこうね熱海のね夜景がこう見える感じ。昼間見ると思ったらいいかもわかんないですけど、こう露天風呂があってね、めちゃくちゃ綺麗です。こうこちらもね全部熱海ですが、泊まってみたらいかがでしょうか。本当にね綺麗です。手をお風呂場で切りましたね。そしたらね社長がねフロントまで行ってガーゼとかいろいろ絆創膏とか用意していただきました。本当にありがとうございます。社長、何から何までお世話になって申し訳ありません。感謝しかありません。ありがとうございます。でっかい船、感じで一望できます。天空風呂かな。はい、部屋からの風景ですね。さっきちょっと温泉からでしたけど、この船が止まってまして、あっちの方にねあっちっていうのかな、ニューアカオがあって、これね結構有名ですよね、ここはね。でこの上にね熱海城があります。いい感じ。さあ3日目スタートです。今日はね多分帰るだけだと思いますが、ちょっとお昼ご飯食べたりしたいと思います。あれ初島かな、向こうに見えるの。多分ねあそこは高級リゾート地ですね。ウーロン茶が可愛いです。最高。やっぱすごいね、こっちもね。行ってきましたけど、はい、沼津魚市場、日本一の釣り橋、三島スカイウォークです。チゴナイフが有名なんだね。かわいい。これイタリアングレーハウンドですか。初めて見た。すいません、めちゃくちゃかわいい。かわいい。
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これ小学生で通じるかな。日にちが出てますけどね。ここね、渡ってきます。すごい揺れる。社長行きましょう、社長行きましょう、社長行きましょう、行きましょう。こんな揺れるの、すごい揺れる。揺れすぎ。しゃー、楽しそう。よし、じゃあ歩きましょう。これ止まるとね、わかるかな、揺れてるのか。わかんないよね。揺れないようにこうあれしてるんで、こういう感じですね。今画面上で言うとこういう感じで揺れてます。はい、終点です。なんかいろいろあるね。三島スカイウォーク渡ってきましたけど、暑くて揺れてなかなか大変でした。2泊3日の旅行でしたけどね、楽しめました。また旅行も行きたいと思いますんでね。ご視聴ありがとうございました。それではね、みんなバイバイ、ありがとうございます。